では今日はうちのルームランナーをご紹介したいと思います。まずメーカーさんは BTM というメーカーさんです。そしてですね、こちらにですね、電源タップがありますので、こちらをうちではもう直接つないでしまってますので、オンにします。そうしますとスイッチが入ります。で、見てお分かりいただけますように、時間や距離、カロリー、速度、心拍数とそれぞれ項目があります。で、その下には USB のジャックですね、とあとはこのようにイヤホンジャックもあります。そしてこちらには滑り止めとこういうグリップもついてますので、あとはこちらに飲み物を入れたりですとか、まあちょっとね、これうちの主人が USB で聞いたりしてるのですが、あとこちらですね、グリップを握っていただきますと心拍数が測れるという形になっております。そしてこちらですね、大きさとしてはですね、ご覧いただけるとお分かりかと思うのですが、これくらいの大きさですね、はい。で、床面も結構ザラザラして、今日はちょっと私走ってみたいと思うのですが、普段はズックですとか滑り止めのものを履いて運動をするようにしています。ではまずこちらの方を見ていただきたいと思うのですが、こちらにプログラムモードとあります。ではとりあえずスタートしてみたいと思います。はい、スタートしました。見てください、自走式なのでこういう形でですね、自然に走ってくれるんですね。はい、ではちょっとだけスピードを上げたいと思います。はい、スピードをちょっとだけ上げますね。としますと、こういう形で走ることができます。はい、では一旦ストップしますね。はい、でうちではですね、このルームランナーの前にこういうふうにテレビを置いています。というのも、ただ走ってても単調なので飽きてしまうということで、最初 USB で、ここにもある通り USB で音楽を聴いてたんですけれども、やっぱりこのテレビを見ながらの方がいいということで、こういうふうにテレビとルームランナーを一緒に設置して運動するようにしています。こういう感じで使っています。皆さんもよかったら活用してみてください。